森安テルマサは、日本中央競馬会の元騎手。2010年現在は、堀信幸旧車所属の長教助手。1979年騎手免許取得。同年3月3日、中山競馬第3競争、菅家焼で、初騎乗。4月22日東京競馬第1競争、国際イーグルで、初勝利を挙げる。 冷えた旧社時代には障害競争にも起乗。1982年春の東京障害特別で重症発制覇。1984年秋にも東京障害特別を勝って春秋制覇。1981年には自身最多の20勝を挙げる。1986年から森安弘明旧社に。 移籍すると同時に、森安の娘と結婚したことにより改正した。以降1990年に、カブト山記念に、日高早とで、平地競争の重賞を制覇するも成績は低迷。2002年に騎手を引退し、調教助手に転身した。通算成績は1801112勝10勝3勝。騎手としての実績よりも、後述する。 テレビ朝日の人気番組だったサンマのなんでもダービーでの活躍がよく知られていた。1993年から1995年にかけて放送されたサンマのなんでもダービーでは放送当時に三冠馬となった成田ブライアンにあやかって命名された足毛のポニー成田ブラリアンの主戦機種として活躍。本家同様にシャドーロールをつけた同馬は 森安とのコンビで、ポニーのみならず、サラブレッドやアラブシュ、ドサンコウマ、ロバ、さらには、人間、自転車などとの一種混合レースを戦った。また、森安の調教によって競争馬としての実力を、つけていき、1995年の G1 レースでは秋、年末と連覇するなど、最強のポニーと呼ばれるまでに成長した。森安自身にとっても、 JRA で届かなかった GI のタイトルを取らせた、ポニーである。森安は、この活躍により、JRA がイベントとして開催する、ポニー競馬に呼ばれることが多くなった。森安と成田ブラリアンの対戦相手には、東京優秀に着馬、須田ホークのほか騎手も、小島太志や的場太志、加藤和弘、中立英二世にヒ文田中勝春。 藤田真二、アラン・ムンローなどのメンバーが揃っていた。使用コースも、特番では、大井競馬場それもナイターを使った時もあった。また、G1 レースの解説には、伊崎周五郎、実況は、宇野和夫、レースリポートは、鈴木敏子が務めた。3連覇がかかった、第3回、赤カシ優春さんま記念では、そのだトップ外に敗れて、結果は4着となった。 ありがとうございます。